皆さんこんにちは、松かなチャンネルの松本かな子です。一日一曲見に来てくださりありがとうございます。今日チャレンジする一曲は松かなと同じ誕生日の香原智美さんの曲にチャレンジしてみたいと思います。いよいよ30代がもうあと1ヶ月切りましたねえ。39歳松本かな子と言えるのもあと少しでございます。ともちゃんも8月17日ですね。パイナップル日の生まれ、パイナップル日の生まれって変だね。パイナップル8月17日生まれの香原智美さんの曲、1997年の4月23日6枚目のシングル「ヘテテルアライト」という曲にチャレンジしてみたいと思います。こちらの曲はですね、ミリオンを取っております。すごいです。 I Believe と I Proud に続くミリオンセラーということでね、もう本当この頃ともちゃんすごいですね。あの象に乗ってね、音楽番組に登場したりとか、すごい方が現れたなと思っていました。はい、でこの曲で NHK 紅白歌合戦第48回に出場しております。はい、懐かしい曲聴いてください。ヘッドテールライト。Say goodbye、 おはようさえ言わなかったよ。街のざっとで手を振って顔が見えなくなるまで、人の波に流されそうでも1ミリも動きたくない、離れたくない。全て私をどうにか輝かせるため、苦しんだり悩んだりして頑張ってる。 Oh, oh, いつからかどこからか、ヘテテレライヘテテレライ、輝きたくて、喧嘩は自分が甘えたい人、自分の理解を教えたい人、間違っても諦めないで見守ってる人、oh, oh, そういう人がこの手の中、ポケットの中に、宇宙の中に隠れていたよ。 oh, oh, oh. 何から何まであなたが全て、私をどうにか輝かせるため、苦しんだり悩んだりして頑張ってる。 oh, oh.からかどこからか、ヘテテラライヘテテラライ、優しく濡れた。ありがとうございました。松かなチャンネル登録、そして高評価ボタンよろしくお願いします。ねえ、なんかこれ英語にヘテテラライトっていうの、嘘をつくのが嫌いっていうね意味なんですけれども、なんかすごくいいですよね。なんかこれすごい好きな歌詞というかね、ともちゃんの曲の中でも私結構この曲は好きな曲です。まあでもね、高くてね、なかなかちょっと下下げて歌うかちょっと迷ったんですけれども、まあ、サビだけバージョンということでね、はい、歌ってみました。明日も松かなチャンネルで元気にお会いしましょう。毎日暑いですけれどもね、水分補給、そしてコロナ対策しながらね、明日も元気に会いましょう。それではまた明日、またね。